こんにちは、スタッツです。今日は僕のなんか制作したりとか住んでる部屋に行ってみたいと思います。よろしくお願いします。ここはキッチンになります。で、まあなんか自炊したりとか普通に外食したりとかいろいろするんですけど、はい、そうですね。陽明酒とかはこれなんか前多分トーフビーツさんが前お得インザフットに出られてた時に、あ、これ飲むといいんだってなんか思ってなんとなく飲んでみてるっていう感じで、あ、でもいや、ね、実際飲んでみたら結構本当に体がポカポカして、やっぱなんか結構ずっと家にいるから、まあなんか健康とか気遣った方がいいのかなっていう感じで飲んでます。こちらがあの部屋になります。生活スペースと制作スペースって感じで、ちょっとこれで間仕切りして、この辺はまあ本棚と服ですかね。あんまり整理してないんですけど、そこまで本読む方ではないんですけど、なんかでも人にお勧めされて読んだ本とかだったりとか、あとはまあなんだろう、これとかやっぱまあなんかアルバムのタイトルでユートピアにしようってなって、まあそのことちゃんと しとかないとなって思って読んだ本だったりとか、あとまあ雑誌サンレコさんだったりとか、ずっと昔から読ませてもらってます、ね、ミックスの話だったりとかいろいろ載ってて勉強になるなっていう、あとまあこれすごいもうちょっと昔の本なんですけど、高1の頃高2かなぐらいの頃買ってたなんかサンプリングネタ集みたいな本が、サンプリングディクショナリーとかサンプリングラブってやつだった。ここら辺に貼ってる付箋は多分高2の頃とかに、この曲何の元ネタなんだろうとかいうのを調べた時に貼ったやつですかね。アミニオンはなんかあのなんだユニバーサルスタジオで友達が結婚式やった時に買ったやつですなんかミニオン可愛くて好きなんで、そうですね。こっちの方は結構いろいろ自分が作った作品だったりとか、あとまあこれポンポン丸ってやつはなんかシェールアウェイって PV にも登場した船の人形です。 PV の監督のバンリさんが持ってきてくれて、でこれを使おうってなってる感じで、そういう結構何でしょうね、あの思い出の品みたいなのを並べています。あとまあこれとかなんかニューヨークで路上ライブした時にあの僕ですよっていうあの看板みたいな段ボールですね。これははい、その時実際使ったやつです。制作スペースになりますね。棚は、まあ、なんか基本的にはまあやっぱネタものっていうか、まあソウルとかファンクだったりジャズだったりとか、まあロックだったりとかっていうのが多くて、それをなんか ABC 順になんとなくまとめてるって感じで、結構レコードは高2ぐらい高1高2ぐらいから買ってる 買い揃えてたやつ、ね、で、まあ、だんだん増えてってって感じ。結構もともとはやっぱレコード買って、でそれでネタ見つけてサンプリングしてみたいな感じだったんですけど、なんかそれだけじゃなくていろいろ弾いたりとかできたらいいなみたいなのがずっとあったので、いろいろ挑戦しながらまあ作ってるって感じです。ここも一応まあなんかまだ半分ぐらいはまだ全然読めてないのもあるんですけど、結構そうですね、なんかこうミックスとかどうやってやるのかなみたいなののヒントを得るためになんか読んだりとかいろいろしてる感じです。結構この本これとかは結構いい勉強になったかもしれないですね。このなんか音楽史を振り返りつつ、まあなんかちょっとその理論的なとこも解説するみたいな感じなんで、普通になんだろう、その読み物としても面白いし、ソース AT1 さんっていうトラックメーカーさんがこの本読んだらいいよって教えてくれて、あ、そうなんだって思って、
で読んでみたって感じです。ここで全部曲作って感じで、はい、曲作ったり曲をミックスしたりとかいろいろ、はい、ここでしてます。基本的にはやっぱなんか最初に MPC この MPC でなんか基本的なループを組んで、それでプロツールスに流し込んで、でそこプロツールス上でまあなんか今回組んでいくみたいな感じで作ってて、でまあここら辺のシンセとか、まあ、ピアノだったりとかは全部 MPC につながって、でそれで MPC がこのプロツールスの、まあそのオーディオインターフェースのファイヤーフェース UFX ってやつにつながってて、メインのコントローラーとして使うのはまあこっちだったりこっちだったりするんですけど、あとまあやっぱ結構今回の2枚目のアルバムですごい使ってるのがこのシンセで、このシンセでまあなんかメインのメロディーを演奏したりとかそういうことをやってますね。結構ここら辺もこれはなんか、バスコンプって言ってなんかその音をまとめるコンプレッサーなんですけど、ちょっとアナログのコンプレッサー欲しいなって思って、それで結構、その迷ってっていうか検討して買ったやつがこれですね。これはマイクです。結構これパーカッションとかを録音する。とかだったりとか、結構パーカッションは今回すごいアルバムの中でも使ってますよ。チームですとか。これなんか多分京都の。未熟楽器屋さんで買ったやつなんですけど、結構いい音がして使ってますね。あったり、いろいろ。でも、なんか生のパーカッション入れるの楽しくて好きですね。これはなんか MD も読み込めるんですけど、なんかスピーカーとしてよく使、モニターとして使ってて、なんか結構よく使われてる機種なんですけど、民生機で聴いてみるってこともやってますね。なんか大体ミックスとかしてるとき何個かのスピーカーで聴き比べたりしながらやったりするので、あとヘッドホンとか、まあ、それのでも結構これはいいです。はい、とても。これがマイクで、これで2枚目のアルバムの3曲目に入ってるライトって曲の千人称さんの声だったり、前八さんのコーラスだったりをあそこにあるマイクスタンドにこれつけてここで撮りました。なんか定番モデルの廉価版みたいな感じで、まあでもボーカル撮りするんだったらまあこれでいいかもねみたいな感じで、知り合いのエンジニアさんの方から言われて、ちゃんと温かみがある感じというか温度が感じられる音が取れるかなって思いますね。今のところは十分かなって感じはしてます。旅の途中で通り雨に出会った、明日には止む心じゃ願ってた。そのところから生まれたのが、9月5日に発売されました僕のセカンドアルバム、ユートピアというアルバムになります。こちらですね。もしよかったらぜひ聴いてみてください。バンドの皆さんとセッションして作ったりとかもしてるので、結構今までの自分からはまたちょっと変わったものにはなってるとは思うんですけど、でも結構今の自分がやりたいのは結構こういう感じかなっていう、まあそういうものができたかなと思います。